松田先生の講義ではデザインの冒険という授業名で本のデザインの可能性をテーマにお話しいただきます。それでは早速松田先生、はい、よろしくお願いいたします。松田です、よろしくお願いします。今日はビデオとあと現物も持ってきますので、現物はその都度会場に回します。まあ、今更言うこともないんですけども、デザインはあらゆるところで全てがデザインされているっていうのがまあ基本ですね。宇宙も物理法則によってこうデザインされているっていうふうに考えた方がいいと思います。で、人類も含めてこう動植物も、まあ、生き残るとか子孫を残すということでのためにデザインされていると。で、ちょっとシンボリックな例で言いますと、アメリカ人の4分の1が所属している福音派教会、まあ、政治的な圧力も結構あるところなんですけども、そこでは進化論を認めないインテリジェントデザインを教えているそうですね。まあ、それは神という偉大な存在が宇宙も人間も全てを作ったと、そういう発想なんですけども、この時のデザインは座をつけて大文字のデザイン、これがその神の創造にあたります。だから僕の感覚で言いますと、まあ、信者の方に怒られそうですけど、まあ、物理法則が神ではないかと、まあ、そういう印象です。で、一神教的発想ですとどうしてもそういうことになってしまうんですけども、アジア圏ですともあちらこちらに神がいる、八百万の神ですね。だからまあ自然に自然がデザインしたと素直に言えると思います。で、これ私がデザインした単行本とその文庫化なんですけども、一応コンセプトとして何もしないデザインっていう、まあ、語義矛盾ですけど、でもやはりそれでも結局デザインされていると、どうしてもデザインからは逃れられないということですね。で、私の肩書きはグラフィックデザイナーで、グラフィックは平面のという意味ですので、平面を扱うデザイナーがグラフィックデザイナーということになります。で、特に私は本に関わってますので、想定家とかエディトリアルデザイナーとかブックデザイナー、まあ、などと呼ばれます。で、出来上がった作品のアート部分に責任を持つという意味ではアートディレクターとかクリエイティブディレクターというような呼び方もされます。でも、ちょっと本以外の仕事が多い人が大体そういう名称を持ってますね。で、この写真はみなとみらい線、みなとみらい21の元町中華街駅のホームの写真で、僕も伊藤豊さん設計なんですけども、サインを頼まれてやったんですが、この時は横浜の古い絵はがきをいっぱい集めて、それに四つ筋の交差点ですね、交差点でこう奥行きのあるところ、それを全部集めてコラージュしてやったんですけども、画像があんまりクリアだと転落する恐れがありますので、ちょっとグレーにして解像度も少しドットを大きくして解像度を荒くしてます。で、それが1メートル四方の陶板に、焼き物ですね、陶板なんですね、これだから落下防止とかかなりいろいろ研究されて作られたようです。で、こうしたこのサインもそうですけど、建築の建築士も工業デザイナーもみんな基本は平面でグラフィックで設計しますので、まあ、彼らもグラフィックデザイナーとも言えます。まあ、本のデザインの仕事は先ほど言いましたように想定家、エディトリアルデザイナー、ブックデザイナーと3つありますけど、想定家っていうのは大体本のカバーとか表紙、あと
紙ですね、紙を決めたりとか、まあ、そういうのが大体想定化で、画家とかアーティストに何か想定を依頼した場合はほとんどは作品をもらって編集部の人か制作部の人が最終的なデータにするということが多いですね。その場合は総画って言われます。で、編集のことはエディトリアルと言いますけども、あれ雑誌のレイアウトとか本の本文のレア、あのデザイン、フォーマットとか、そういうのをエディトリアルデザイナーと言いますけど、その想定家とエディトリアルデザイナーを合わせたのがブックデザイナーで、本に関する造本と言います、本のことすべてを担うのがブックデザイナーということになります。で、本はデザインするのは平面で、グラフィックで平面でやりますけども、最終的にはこういうのが立体になります。だから他の工業デザイナーとか生活用品とかいろいろ車とかそういうデザインする人と同じで、プロダクトデザイナーとも言えますね。グラフィックデザイナーなんですけども、本というプロダクトデザイナーとも言えます。で、これはつかみ本っていって、こういう形の本をこれから作るということで、これをもとにいろいろデザインしていくんですけども、つかみ本作るってことで、いわゆる模型ですね、模型を作るので、やはりプロダクトデザイナーでもあると。で、基本にあるのはグラフィック、どんなデザインも基本はグラフィックにあると。次にデザインっていう言葉の意味をちょっと探ってみたいと思います。デザインは動詞の場合は大体設計するとか図案化するとか企画するっていう、ニュートラルな意味なんですけども、先ほど言いましたように座がついたりするとまた別の特別な意味になります。で、ザ・ブックって言った場合は聖書のことですね。そんな感じでちょっと意味合いが変わってきます。で、デザインはデとサインに、デザインという単語はデとサインに分かれますけども、デというのはそんなにいい意味っていうか、下ろすとか分けるとか何もしないとか、なんかあんまりいい意味がないんですね。で、それにサインがついて、例えば決めるっていう意味でディサイドっていう単語があるんですけど、デがついてサイド、これは他の選択肢から切り離すという意味で、結局決断するという意味になってくるわけですね。で、暗号を解くのはデコードっていうんですけども、コード、記号であり暗号みたいなもんですけど、コードをないものにするということで解読するというような意味になってくるわけです。このようにデザインって言葉の中には少しネガティブな要素も含まれているわけですね。で、それを発展しますと、企画するは企てるとか測る、もうかなりネガティブなイメージになってきます。で、ここにもありますように悪巧みは英語でダークデザインっていうことになります。で、こうしたデザインを装うということで、これからちょっとまとめてみたいと思います。その前にちょっとそのネガティブな測るデザインについて、今戦争あちこちで起きてますけど、戦争の前後に流されるフェイクニュースとかフェイク動画などの多くはほとんどプロパガンダデザインと呼ばれます。測るデザインですね。アメリカの大統領選でもネガティブキャンペーンっていうのがあって、もう相手候補をのろし合うんですけども、それも測るデザインですね。
でこれはナチス時代の図るデザインの例で、この右側の右側ってこっちから戦争の罪はユダヤ人にあるっていうこう指さしてるわけですね。だから責任転嫁を全部ユダヤ人のせいにしてるっていう、そういうポスターなんです。この敵を設定するのはプロパガンダデザインのもう常套手段で、ロシアがウクライナに侵攻した時も ウクライナという敵はナチスだっていう言説がいっぱい流されましたけども、もうロシアにとってはナチスが歴史上最大の敵だったわけですね。だからウクライナはナチスだっていうのはロシア国民向けての、ロシア国民の了解を得るためのプロパガンダデザインですね。だし世界的には全然了解は得られないわけですけども。で左は中国の文化大革命の時、文化大革命っていうのは毛沢東が権力の中枢から追いやられたので、もう権力奪取と、あと自分を追いやった人々をに対する復讐するためには若者を先導して攻撃させたんですね。で結局まあ権力を得て自分の神格化も出て、かなり満足できる状態になった時に、その若者を攻撃させた紅衛兵ですけど、攻撃させた若者が邪魔になってきたわけですね。それでもうこいつはしょうがないから地方に追いやろうって言って地方に追いやったわけです。それは下に放つって書いて下放って読むんですけども、で当時の中国の農村はもうまだかなり 全近代的な状態で、もうほぼ何も知らないでいった学生はもう奴隷ですね、奴隷状態で酷使されたわけですね。でこのポスターはその村へ国境へ君たちを必要としているのは遥かな大地へ行こうっていうこう誘い文句なんですけども、まあ、これも完全に図るデザインですね。でまたロシアですけど、まあ、去年戦争のために大量動員かけた時、若者がみんなかなり多くが国外脱出とかしたわけですね。でこれじゃまずいってことで、今年ももうどんどん兵士が死んでますから、動員が必要になったわけですね。そこで低所得者層に目をつけたんですね。で高額の給料ということで誘ってるわけです。これがそれがまあ最近の話ですけど、でもこれは罠が潜んでて、一旦入隊したらもう戦争が終わるまで除隊ができない、まあ、戦争が終わるまでというか死ぬまでみたいな除隊ができないわけですね。だからこう言い方変えると、まあ、脱走して捕まれば死罪ですので、まあ、一種の強制収容所状態ですね。で今回のイスラエルとハマスの戦いもあれですけど、ロシアはすごくイスラエルを非難してますが、それも責任転嫁といいますか、問題を移し替えようとする、そういう策略、それもプロパガンダデザインといえます。まあ こういうことを踏まえて、デザインとは見えているところを装うというふうにこう定義したいなと思ってまして、ここに層のつく単語をいくつか並べてますけども、その終わりの赤いの文字は偽装や変装といって、まあややネガティブな感じの予感がするような熟語もあります。でこの写真はベルーシカっていうアーティストがイギリスにいるんですけど、ベルシカは裸体に背景とそっくりな絵を描いて背景に溶け込むっていう作品で知られてるんですね。70年代の方なんですけども、でこれはサビのある風景の中でこう溶け込むっていうことで、サビルシリーズっていう作品なんです。でペイントしてるのはその同じ仲間で
画家で、画家でカメラマン、画家兼カメラマンがこう、だからかなり技量が高い人ですね。このベリオシュカついでに、これはあの右がベリオシュカの作品なんですね。で左はあのエアロスミスの、あのリビングオンエッジという曲のミュージックビデオに出てきたシーンなんですけども、もう完全にあのスティーブン・タイラーなんですけど、完全にベリオシュカを真似てる。でこれもどっちもあのチャックまで含めて全部書いたものです。で左下はあのエアロスミス、スティーブン・タイラーをはじめてエアロスミスをみんなたい焼きが、日本のたい焼きが大好きなんで、今このつい11月ですかね、リンゴアンたい焼きをなんかコラボで出したんですね。でその時 の、 あの写真なんですけど、これもあのなんか偽装を紛争していると、まあ、そういうふうに、まあ、ベリオシュカも偽装を紛争しているんですけども、そういうふうに言えそうです。まあ、こうしたこう装うことで大事なことは、こうあの第三者といいますか、鑑賞者にこう見てよかったという、まあ、ありがたみを与えることが必要なんですね。まあ、アーティストがいくらこう自分の作品が素敵だとか言っても、誰も認めてくれない限りちょっと難しいので、まあ、ネガティブな意味も含めてありがたみが必要です。まあ、本で言えば、本の中身以前に素敵な装丁だったら、あの本の価値は上がるわけですね。で絵画も展示されて初めて価値が上がるわけです。でこの右 の、 あのマルセル・デュシャンの有名な泉、これはマルセル・デュシャンは結構意地悪な性格で、自分がその展覧会 の委員でもあるにもかかわらず、なんかもうとんでもないやつを出してやろうとして、まあ誰でもお金を出せば出品できるっていう展覧会でしたので、で便器を買ってきてサインしてあの送ったんですね。そしたらまあ他の審査員から、なんだこれはってことになって、結局展示されないで、あの展示会場の奥にほっぽられてたんですね。でそれをカメラマンのスティングリッツという人が持ってきて、自分のアトリエで絵画の前に置いて撮影したんです。でそれで今度それを雑誌に掲載したんですね。で雑誌に掲載するときに、この便器のアウトライン、この白いラインを入れて、もっと今これじゃよく分かりませんけど強調したんですね。それで急に神話が生まれたんですね。これはすごいってことになったんです。まあ、なんか神々しい感じがしてきたってことで、それでもうめちゃくちゃ有名になって、で2005年ですか、2005年にイギリスでこう20世紀最大の作品は何かっていう、そういう音楽関係者による投票があったんですけど、ピカソとかマチスを抑えて1位になったんです、この作品が。それほどなんか、それはやっぱりこの写真がすごかったからっていうのが強かったと思うんです。で左は1930年代の流線形ブームの立役者の人、レイモンド・ローウィっていう人がいるんですけど、その人が従来の機関車、性能は前と何も変わらないんですけど、従来ある機関車にこう流線形の覆いをつけたんですね。そしてなおかつ今線が5本見えますけど、この線を入れたんです。これすごい速そうに見える、これですごいってことになって、もうそれから流線形ブームが始まったわけですね。まあ、こうして装うことのありがたみっていう話をちょっとしましたけども、その技法としてこの5つ、道筋をつける、改変する、引用する、強調する、抽象化する、まあ、これをちょっと一つずつ説明していきたいと思います。まず道筋をつけるですけども、ここに書いてありますね、プライミング効果っていう
心理学用語があるんですけども、これは図が2つあった時に人間はもともとその2つの図を関係づけてしまう性格があると、これをプライミング効果っていうんですけど、それは言い換えれば2つをつなげるストーリーを作れる能力がもともとあると、あったと、もともとっていうか進化してそういう能力を得たと、そういうことです。でこの2つの場合、左の図の上の方にある黒丸が右下に移動したように見える、もうこれですね。だからプライミング効果とは、先に情報があったことで行動が影響を受けると、そういう意味合いです。でプライムっていう単語は通常ですと最初のとか第一のとかそういう意味ですけど、これ動詞になると入れ字をするとか前もって人に知らせるっていう意味が出てくるんですね。だから ミステリーなんかでの伏線を張るとか先入観を与えるっていうのもプライミング効果にあたります。映画のモンタージュっていうのもプライミング効果で、この場合この、今見た点は静止してますけど、これが動いたように見えた時、それはアニマチー効果っていうんですね。その効果の名前を覚えてもしょうがないんですけど、そういうふうにこうかなり心理学も分析されてます。でプライミング効果は人間の意識下で気づかずに意識下で誘導されるんですけども、無意識に働きかけるのをサブリミナル効果、これ80年代にちょっと評判になってたんですけども、映画館で映画の合間にさっとこう 0. 何秒とかでコカ・コーラの広告を挟むんですね。何度も挟むんですね。そうするとその映画の休み時間にコカ・コーラ買っちゃうと、そういうのを目指したのがサブリミナル効果っていうのが代表的な話なんですけども、実際はその効果のほどはまだ証明されてないので、そんなことで影響されるかどうかは分からないんですけども、なんかこう無意識下に操られるっていうことに対する恐怖っていうのがサブリミナル にありますね。これは僕が撮った写真なんですけど、いつもこうこれは 何々に見えるとか何かに似ているとかそういうのを探すのが大好きなんですね。それで撮ったのがこれなんですけど、大体2つのものが2つか3つなんか並んでると顔に見えるっていうのがあるじゃないですか。でこれは、認知心理学ではパレイドリアっていう呼ばれるんですね。であるパターンに対してそこ本来そこにないものを感じてしまう、そういうのをパレイドリアっていうんですけども、似ているものに見間違う現象っていうことも言ってきます。だから人面魚とか火星であったこう人面岩とか、あるじゃないですか、人の顔に見えるとか人工的じゃないかっていろいろ大騒ぎされたしたことがあるんですけども、そういうのをみんなパレイドリア。だからこのパレイドリアは細かいことが一致している必要は全くなくて、だから数学でいう合同じゃなくて相似ですね。でそのパレイドリアの語源はギリシャ語のソバニっていうのと像とか形イメージですね、そういうエイドロンっていうんですけど、それがの造語なんですが、パラはパラサイトとかパラメーターとかパラリンピックのパラもそうですね。そういうところに使われています。だからそれをパレイドリアを英語的に言うと、パライメージみたいな、訳せば幻影っていう感じでしょうかね。でこの写真はまだわからないと思うんですけど、アニメの少女顔じゃないかというふうにこう判断したんですね。街灯がその強力な部分だと思うんですけども、でそれはそういう今アニメの少女顔だって言ったら
そういうふうに見ようとするわけじゃないですか。そしたらもうそれ以降そうとしか見えなくなってくるんじゃないかと思うんですね。でここにちょっと分かりづらいですけど青い線を入れたんですね。ラインを入れたんですね。でこれがまあデザインによる道筋をつけるっていうことになります。今度は改変する。これはあの、まあ、松屋銀座 の、 あのロゴマークで、左側はあの元々の松屋百貨店のロゴマーク。松屋銀座は、ま、あの松屋呉服店とどこだっけ釣り屋呉服店が合併して松屋百貨店になったわけですね。で、ま、百貨店はになったのは良かったんですけど、1973年のオイルショックで売り上げがガタ落ちしたんですね。それでこれじゃいかんと言ってファッションをベースとした百貨店にしようっていうことが決まったんですね。それからそれでそれをかあの改造を頼まれたコンサルト会社の人がアメリカに行って、左側のこうロゴ、あれはあの昇格マークって鶴と松と鶴で昇格マークって言うんですけど、それを持ってアメリカ人の人にこう見せたんですね。何に見えるかって言ったら、ただ重工業の会社のマークに見えるって言われて、まあ、ショックを受けて、じゃあ根本的に変えようと、で変えあのロゴを変えることになったんですね。で中条正義さんがやって、まあ、右のような松屋と銀座の頭文字をつなげたロゴになったわけです。それで、まあ、僕はこれをなんでこういうデザインになったのかなと一瞬思ったんですね。それで自分でやってみようと、あ、暇だったわけじゃないんですけど、自分でやってみようと思ってやったのが真ん中です。で結局同じようになってしまったんですね。でこのあのだからポイントはその鶴が交差しているところ、これがこうデザインのポイントだったんだっていうのが、まあ、そう自分でやってみて分かったんですね。だからそれでまあ中条さんも同じようなことを感じたのかなと思ったんですね。で今度は引用する、まあ、イメージを借用するっていうことですけど、また申し訳ないけどネガティブな例でいくと、あのナチスはナチスほど過去のイメージを借用した組織はなかったっていう、まあ、僕もナチスの本とか書いてますけど、まあ、それで何度も言ってるんですけど、それでこう支持あるいはこう恐怖につなげたっていうのが、まあ、ナチスの特徴ですね。まあ、最近の例で言いますと、イスラム国の黒い旗だったり、ロシアの Z 印ですね。でナチスのハーケンクロイツはあのゲルマン民族由来の幸福の印、まあ、あの仏教とかヒンズー教でも同じですけど、まあ、逆万字ですけど、あのそれを借用したんですね。で他のナチスの他の親衛隊とか他の組織もみんなあのゲルマン民族の古代文字のルーン文字っていうのがあるんですけど、それを記号化して全部各部署全部その違う記号を使う違う文字を使って記号化したんですね。でナチスの行進スタイルも足をまっすぐ上げて、まあ、北朝鮮とかも今やってますけども、それは古代ローマ軍だったり、まあ、ムッソリーニもやってますけども、で右手をまっすぐ上げるナチス式敬礼っていうのはこれも古代ローマ以来、これはあの右手を上げますから、右手に武器を持ってないということを示すための敬礼だったんですね。それがあのだからまあ標準の敬礼っていうことになるんですけど、標準のっていうのはあの そこの場にいる、まあ、ヒトラーがいてあと取り巻きがいるとかそういうの場にいるとき、ヒトラーだけはあのこういう挨拶なんですね。他はみんなこうなんですね。これで標準の命令だ、従いますっていう挨拶の仕方なんです。だからもうそれが全てあのナチスを表しているなっていう感じですけど、
でここに取り上げたのは YMO の増殖っていうあのアルバムジャケットです。でこれは右下のビートルズのサージェント・ペパーズのあのから、まあ、パクってるわけじゃないですけどこうインスパイアされたと。あ、実際にインスパイアされたかどうかはこの際関係なくて見る側がそう感じるかどうかですから。で僕はそういうふうに感じて、でこちらのビートルズの方は和気あいあいとしてるわけですけど、増殖の方は、まあ、80年代のテクノミュージックっていうのはもう機械的な反復でかなり非人間的なあの音楽を特徴としてたわけですね。だからこの増殖ではこう YMO3 人の人形が同じような顔してもう ずらっと並んでると、かなり非人間的な感じがそのまま表されて、まあ、結構名作だと思ってます。これも同じように引用ですけど、あの森村康松さん、まあ、海外作品などの登場人物を完全に模倣する作品で知られてますけども、でこれあの森村さんの展覧会 の図録なんですね。これはだ完全にライフを真似てるわけですね。で右側があの表四側です。表四側もアインシュタインの有名な写真を真似てます。だから森村さんは真似芸をアートまで高めた方ですね。で狂言師の野村萬斎さんは真似ることについてこのように言ってます。モノマネというのは自分でない人になるという意味で、演じるという行為の根源にある。だから他人という存在を借りて自己表現すると言ってますね。でそれがまあ狂言のルーツであると。狂言のルーツは真似ることだと。でその真似ることでもあの同じ方でもあのその人の経験とか環境で変わってくると、それがあの表現の質にあのなっていくと。だからそれからいきますと、デザインも真似ることはかなり重要ですね。だからあの世の中はもうあらゆるものからインスパイアされるのがまあデザイン、まあ、あのグラフィックあの本のデザイナー以外もデザインに携わる人はみんなそうだと思いますけど、で特にデザイン、まあ、デザインに限らない、あの本のデザインに限らないんですけど、ほとんどの作業は選ぶこと、既成のもの、レディメイド、まあ、フォントから何からみんな既成のものを使ってデザインする。だから言い方変えると、あのオリジナル進行から一番遠いのがデザインじゃないかと思います。まあ、ちょっと危惧されるのは、この選ぶっていうことはあの AI が一番得意とするジャンルなので、まあ、これからどうなるかみたいなところはあります。次は装うのは強調する。これはオブジェクトポスターって言われて、商品と商品ロゴだけの広告なんですね。これは1967年、その頃にまだあの売れてないデザイナーが初めてやって代表版になって、あのルシアン・ベルンハルトって人ですけど、もうその後すぐ売れっ子になったんですね。それくらいもう衝撃を持って、まあ、当時の広告ったら、まあ、文字中心で文字がすごい多いわけですね。それもあの今も文字が多いあのポスターとかデザインとかありますけど、そうじゃなくてメリハネのない普通にこう文字が書いてるような、そういう広告が多い中でこれがどんどん出てきて、もう衝撃を受けたわけです。でこれは今あの現在の広告でもこのような表現は主流ですね。他に説明しない、もうそれだけ出す。でここで一つまた危惧されることもあるんですけど、このイメージを強く押し出すっていうことは、もう言い方変えれば心理的圧迫を加えるっていうことでもあるわけです。まあ、これから例を示しますけど、脅迫のデザイン、
どうしても使われてきたので、プロパガンダデザインとは相性がいい表現ですね。またヒトラーなんですけど、これはまだ首相になる前、政権を取る前の大統領選挙っていうのがあって、その時に作ったポスターなんですね。それで結局それで得票を得て大統領にはなれなかったんですけど、こいつは一応やるなってことになって、もうだんだん首相の指名をせざるを得ない状況まで持っていくんですね、ヒトラーは。それで首相になって、首相になってもそのヒンデンブルクとかそういう 大統領はこいつは泡沫候補で、首相になっても大したことないだろうっていうのが前提だったんですね。それがもう誤算の始まりだったわけですけども。で、左側は第一次世界大戦の時の陸軍大臣キッチナーっていう人のイラストなんですね。そのキッチナーという人もイギリスのもう筆頭の軍人なんですけども、で指差しながらイギリスは君が欲しいって言ってるわけです。で、それでイギリスはその頃も徴兵制があったんですけど、戦争が始まってそれじゃ全然追いつかなかったんですね。それでもっと徴兵したいっていうことで、それでこのポスターが作られたんです。だこれがすごい成功して大量動員できたので、もう各国の軍隊がみんなこのポスターを真似始めたんですね。で、その時のコピーは大体まだ軍隊に入っていないのか的なコピーが大体ついてるんです。だから脅迫のデザインですね。これは強調するでもポジティブな例で、もうずいぶん前の本なんですけども、北九州に北朝鮮軍が攻めてくるっていうのが話の中心なんですね。ところがこのデザインしたのは鈴木誠一さんという方なんですけど、これデザイン要素が全くないんですね。僕も読みましたけど全くないんですよ。で、その中に一瞬だけこのヤドクガエルっていうのが出てくるんですね。それも一瞬で筋とは全く関係ないところでちょっとヤドクガエルを見た的な出てくるんですけど、それを鈴木さんは、まあ鈴木さんじゃなくてもそれを取るのかな、それを持ってくるしかなかったかもしれないですけど、それでこうぴょんぴょん跳ねる北朝鮮軍みたいなイメージを作ったわけです。で、その強調によってその神話が、まあ、これは結構売れたんですけども、だからこれは威圧する力っていうふうな言い換えができると思います。で、字幕翻訳者はこうシーンの中で秒数によって文字数が限られています。だから思い切った威圧力が必要とされます。で、モノマネタレントも対象の歌手のいっぱいある特徴のうちのある一点だけを効果的に使うっていうのが、それが大体特徴ですね。だよくテレビでもモノマネタレントとその本物の歌手が2人出てくるとあんまり似てないんじゃないみたいな感じがすることがあると思うんですけど、でもそのモノマネタレントだけ見てるとすごい似てる感じがするんですね。それもその特徴だけ無意識にいろいろ感じてる特徴だけの一つを思いっきり出してるから似てるって感じるわけですね。これもまあ威圧する力ということができると思います。だデザイナーもその伝えたいメッセージをどのような仕方で強調するかっていうところで考えますと、まあ同じようなことになります。で、松岡誠吾さんという方がいらっしゃるんです。その方は編集とは不足を足りないものを強調することだってこう言ってるんですね。だからそれから言うとデザインも足りないものをあえて強調することでこう成り立つ部分もかなりあるなという感じはします。これは予想の最後になりますけど抽象化するです。これ18世紀の
プロイセンの数学者でレオンハルト・オイラっていう方がいるんですけど、この首都のケーニヒスベルクっていうところに川が、そこに橋が7つかかってるんですね。この7つの橋をどこもダブらずにこう渡れるかっていう問題を考えたんですね。で最初はその川のイラストだったんですけど、だんだんこう抽象化して線になったんですね。線だけのイラストになった。これがもう大革命で、この線だけのイラストになって、もう問題が普遍的な問題になったわけですね。単なる地方の問題だったのがもう完全に普遍的な問題になって、ここから数学のグラフ理論とかが発達するんです。でこの強調するは、先ほど言ったオブジェクトポスターで商品とロゴだけのものっていうのにも一脈通じているものです。今度はそのデザインを見て読者というか鑑賞者がどういうふうに感じるかっていうのをちょっと述べたいと思います。でまた心理学用語でですけど、ブーバ危機効果っていうのがあるんですね。これはブーバと危機っていうのがあって、これはどういうふうに感じるかと。でブーバはなんかふわふわした感じで、危機はトゲトゲした感じ、まあ下の方ですね。でこれで音と発音の音と形が何か関係あるんじゃないかっていうので、このブーバ危機効果っていう名前が出てきたんですけども、日本語でも五十音だと「は行」は何か優しい感じで、「か行」はきつい感じがするとっていうのとまあ同じですね。で色でも「だ行」の暖色系はあったかい感じがして、「寒色」が「か行」ですから何か寒い、まあ文字通り寒い感じがすると。でも今はこういうようなこう判断の仕方でいきますと、青は男性、赤ピンクは女性っていう言い方はまあずっとされてきましたけど、今はこうジェンダーバイアスで、これはまずい判断だっていうことになってますね。で本の場合こうどのようにレイアウトするか、これ単純に下につけるか上につけるかを今示してますけども、ザ・ブックが聖書っていうことは先ほど言いましたけど、聖書には必ず上と下があるわけですね。まあ本にもありますけど、それ上と下で天と地なんですね。だから西洋の本は全部縦に置かれる。これは聖書とも相比、ここにも宇宙のミニチュアっていうか宇宙を感じ取るような形として本があったわけですね。それが 今もずっと続いてきています。日本の日本もそうですけど、アジアの書籍はみんな横倒し、もう立てられません。堅牢に作られてないのに立てられないんですね。それは本当にこうアジアの神は天を見ないで遠くを見るわけですね。遠くに神がいるっていうのが大体基本なので、だからもう立てる必要がなかったんですね。まあそういうところがちょっとベースにあります。でこのレイアウトでいきますと、それからいきますと、こう下につけた方、まあ、デザイン用語では地付きって言うんですけど、下につけた方が、人間的って言いますか、まあ、優しい感じ、和める形、逆に上天に近づけると、まあ、きついとは言いませんけど、まあ、ちょっと世界観が違うなって感じがしますけど、でこれ大体デザインで多いのはこう手につけるのは真面目に語ったりとか学術書とか、そういうのは大体手につける。でまあ両方兼ね備えてるというのは何となく真ん中につけるとか、まあ、そんなふうな、すごく若い人にも受けたいなとかって、優しい内容のやつは下付きとか、そんな大きな分け方ですけどありますね。だからちょっとしたこんなことのところにもこう一神教的世界観が反映しているっていうところがなんか面白いところだと思います。でもそんな一神教
の世界の中でもやっぱ反抗が起きるわけですね。やっぱりそればっかりじゃどうなのってことになるわけです。で本の場合は基本的にあの本文とかもシンメトリーが中心、シンメトリーもあのすごく権威的な感じで真ん中中心にヒエラルキーがあってあるっていうことで、ずっともう何千年千何千っていう方じゃない、2000年千何百年ずっとそれが来たわけです。でこの今ここに載ってるのはあのヤン・チヒョルドっていうドイツのデザイナーなんですけども、20世紀前半ですね、1925年ぐらいですか。でその時代はあの未来派があったりとか、ダダイズムとかロシアアバンギャルドとかシュールレアリスムなど、あの、まあ、動きを表現に取り入れたい発想が多いあのアートでしたね。でロシアアバンギャルドはもう軸を否定してもう斜めとかそういう作品ですね。で、まあ、そういうのを受けてシンメトリーはこう動きがなくて静かスタティックで、だから面白くないと。でチヒョルドはあの頭ぞろいか尻ぞろいで、左側のやつは尻ぞろいと頭ぞろいと尻ぞろいがまあ混在してますね。でその頭ぞろい尻ぞろい、まあ、これこそ自分たちのデザインだって言ったのがスイスは何カ国かあの併記してあの表現しなきゃいけないので、そのためにはグリッドデザインで、グリッドデザインやるときはあのグリッドデザインでタイトルがセンターぞろいっていうのはあまりかっこよくないんですね。だから必ず頭ぞろいっていうのをやったんです。でところがチヒョルトはあの1950年ちょっと前ぐらいにセンターぞろいを使い始めたんです。やっぱりセンターぞろいがないとうまくできないこともあるなっていうことで、でこれに対してはそのスイスのグリッド派はあの過去を売った男とすごい非難したわけですね。まあ今から思えばそんなたわいないことでよくそんな言い合いしてるんだとは思いますけども、でこうしたあの頭ぞろい尻ぞろいの非対称のデザインはこれあの杉浦康平さんと戸田勉さんのデザインなんですけど、周辺に寄せる、あるいはどっかの一箇所に固めるっていうデザインを生みます。じゃあチヒョルトが活躍したこの1920年代、30年代、40年代ぐらいは日本でも 4,50 年遅れて、1970年から80年代がその中心になりますね。で80年代の日本ではいろいろそのデザイン的な実験をされたんですけど、結局そのデザインの冒険もいずれ一般的になって普通になってくる、まあ、それがまあ進化というものだと思いますけど、あと5分ぐらいなんですけど、これあの本の説明全部できませんので、あの途中で終わりますのでよろしくお願いします。まあ、今本の売り上げがあの減少してるとかね、町の書店が消えてるってよく言われて、本にまつわる環境は良くないとよく言われますけど、でもブックカフェとか本をインテリアとして使うところもすごく増えてきて、で本はもちろん内容あってのものなんですけども、まあ、存在感のある本っていうのに注目されきてる。これはあの80年代とかもよくそういう本があったんですけど、80年代の頃に比べたらかなりそういう存在感のある本に対する注目度が高い時代が来たなと思います。で僕は牛鹿丸っていう本で、まあ、やりたい放題やってるんですけど、これはあの他の出版、牛鹿丸じゃない出版社で本を出す場合、あのコストとかいろいろ言われるので、そのコストに収まる範囲で変わったことをやろうとしてるわけですね。
でこの小口に絵を打ち込む、まあ、こうやってやるだけなんですけど、この小口に絵を打ち込むっていう、あ、これ、あ、これ小口に絵を打ち込むのはデザイナーが頑張ればいいだけなので印刷コストもかからないし、だからこう簡単にできるんです。簡単というかデザインは大変ですけど簡単にできます。でこれはこうじゃなくてこうただ背丈で見せるやつで、これも戦争のデザインって言いますか、だからウクライナとロシア戦争も中心にやってますので、これはロシアとウクライナ語の平和の意味のピースなんですね。どっちも同じスペルなんです。でそれがこう製本でこうずれますね。ずれることによって平和が危ういっていうイメージもつながるかなぐらいな感じでやったんですね。でこれは来週発売なんですけど、ビートルズの本なんですが、これはセニビートルズを仕込んでるんですね。まあこう普通にこうです。でこういうこともデザイナーが頑張ればできるわけです。これはね、まあ、ちょっと宣伝なんですけど、こんな三浦織のポスター付きなんですけど、結構まあふざけてる本なんですけど、はいはい、で同じようにやるのはこれですね。これはシルクでやってるんですけど、まあ、色は違いますけど、こっちの絵柄とこっちの絵柄につながるようにここに絵が来るようにデザインしてるんですね。ちょっと急ぎでやってで、あと同じ模様で全部くるんじゃうっていう、まあ、これもデザイナーの努力でできると。あと全部同じ色にしちゃう。でここも同じ色に塗っちゃうと。これはなんか僕の牛博丸で一番売れて、今も中国でめちゃくちゃ売れてて、中国でも同じような重版のたびに紙とか 色を変えるんですね。で中国でも同じようにやってくれて、こうメタルカラーでこんなのも、これ中国の翻訳版なんですけど、このメタルカラーでここも全部塗るっていうのは日本じゃちょっとできない技術なんですね。だから中国すごいなと。ここちょっと長くなるので飛ばしますね。これ今度は重さですね。コンパクトなのにすごい重いっていうのを作りたかったんですね。これは鉱物の本なので、まあ重いのがちょっと合ってるわけです。これ他の本となんか比べていただくと分かるんです。すごい重いんです。で逆にこれは軽い本、これめちゃくちゃ軽いんですけど、普通醸成本ってこのくるみ、この芯ボールって言うんですけど、このボール紙でここが軽くできる方法で、このようにメッシュ状に穴を開けたんですね。でなおかつ右側のやつですけど、段ボールにしたんですね。ボール紙じゃなくて、だから相当軽いです。これ僕の娘生まれた頃すごく可愛かったので作った、もう親バカ本の代表みたいな本なんですけど、あ、もうそうそうですね。じゃあ、そうですか。これ抽象化するんです。まあ、これだけ見たら全然わからないと思うんですけど、これは円盤の、空飛ぶ円盤のこう三面図的なやつが載ってるんですね。で空飛ぶ円盤っていうのは
5人情報がほぼ全部5人情報なので、その5人情報を形にしたっていう人間の想像力の凄さっていうのをこうやりたかったんですね。それでこういっぱいこう図面を入れたんですね。こんな風に。でここがこのなんでメッシュになってんだっていうのは、これはあの映画のマーズアタックっていうのはオープニングでこう円盤がこう地球に襲来するシーンがあったんですね。それがすごいかっこよくて、それをイメージしました。抽象化するです。これもこれは異常さが群を抜いてて透明なんです。ここはわかります？こう指がちょっと映りますでしょ。真ん中の本物のところは透明じゃないんですけど、周りが透明なんです。あの油で塗るとこう透明になるじゃないですか。だから油の版で版を作ってこう透明にしてるわけです。で結局あのその技術を持ってるのは封筒屋さんなんです。でそこは封筒しかやったことないんですけど、そこに頼んで、で試行錯誤しながらできたわけじゃないですか。それでもうそこの印刷所が感動して、それからすごい研究を始めて、今はすごいですよ。精度がすごい細かいところまで透明にできる精度です。もう次ややこしいからこれも飛ばして、もう回してもいいけど、これはビートルズの、これもまたビートルズの本なんですけど、署名が B なんですね。だから形がもう B で、これ情勢でこの形にそのままこう型を作ってこう抜けばできるかなと思ったんですよ。そしたら、まあ、この辺が割れちゃって、線が割れちゃって抜けなかったんですね。だ結局この表紙のこう型と本物の型は別々で、それがこう触ってみて分かるんですよ。ぴったり合ってるんですよ。もう締めに行きますか。すいません、もうちょっとまだいろいろ持ってきたんですけど、ちょっと説明する時間がないので、これ締めですけど、あの文学は暗いおもちゃであるって言ったのは稲城太郎さんで、それが稲城太郎さん僕大好きなんで、それをもじって本は明るいおもちゃであると。だからデザインによる遊びでどれだけ本に付加価値がつけられるかっていうのも今日はお伝えしたと思うんですけど、まあ、特にその付加価値っていうのがこれからすごい重要になる時代になったと思います。で今はこうチャット GPT とか生成 AI で、まあ、将来 AI がデザインするんじゃないかっていうことも照準に入っている時代だと思います。でもあの僕の感覚で言いますと、人間にしかできないことは試行錯誤することなんですね。だからアイデアに行き詰まったら行き詰まったことを楽しむ、これは人間しかできない。まあ、それもあのそのことを考えるのをやめて一回り散歩でもしてくれば大体新しいことが浮かんでくるという、そのくらいのレベルだと思いますけど、でも今年はなんかあのチャット GPT とか生成 AI が出てきて AI の関係が劇的に変わった年だと言われてますね。でというのはなんかあのイギリスの流行語大賞にノミネートされたのがハルシネーションという言葉なんですね。ハルシネーションというのは幻覚を見たという意味なんですけども、 AI が間違って答えを出したとき、それはハルシネーションといって、だから AI が幻覚を見たというふうな擬人化した表現なんですね。それがまあイギリスとかで流行ってて、で実際はそれ AI が幻覚見たわけじゃなくて、人間が情報の不足だったりとか人間の問題だったんですね。ちゃんとこう情報を与えてればあのちゃんとした答えが出てくる
来たのかもしれないですけど、そうじゃない場合が多くて、だから結局人間なんですね。でもそれをこう擬人化することで AI がすごい身近になったことも確かですね。これからもずっとこう AI に意識が生まれるのかとかっていう問題が何度も何度も出てくると思います。まあでも個人的に考えれば、あの意識を持っているように感じさせているだけであって、めちゃめちゃ情報処理能力が高いっていうことだけだと思いますね。これ2001年宇宙の旅って映画ご覧になった方いらっしゃいますか。あれであのコンピューターハルが最後シャットダウンされるんですけど、結局電気の供給が止まればそれでおしまいなんっていうことじゃないですか。それも早くも1968年にこうキューブリックは出したわけですけども、まあ、それ考えると、まあ、今は時々あのコンピューターのいろんな事故とか乗っ取られたとかいろいろありますけど、サバイバルに弱い存在だっていうことが何か感じますね。で特にこのショートするリスクのある電気コードを使ってる限り、AI が意識を持って何か人間を支配するっていう世界になるのは難しいと思うんですよ。まあ、コードを使わない技術が発明されれば、まあ、それは分かんないですけど。まあ、以上雑然とした話ですみません。今あのちょっと宣伝になりますけど、2121であの文字イメージグラフィック展というのがありまして、そこであの僕のダイアグラムもなんかこの大きいやつが展示されてます。まあ、お時間のある方はご覧になってください。どうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。デザインは装うことであるというところからですね、あのたくさんの事例、そしてあの実際の本をですねたくさんご紹介いただいて、すごくよくあの理解できたと思います。あの配信派の皆さんもぜひお手に取ってご覧いただけると、本当にまたさらにお話が面白く聞けるのかなと思います。あの YouTube でたくさんあの質問いただいてまして、一つだけお答えいただいてもよろしいですか。はい、ですね、その今日のお話の中でそのポジティブなだけではなくて、こうネガティブにデザインが使われてしまうというような例というのもたくさん出てきたと思うんですけれども、この方はまあ自分の命がたった一つのポスターに握られていると気づくと怖いです、そこから逃げ出すにはどうすればよいのでしょうかという質問をいただいてます。それなんか難しいですねまあでもあのデザインはもうあらゆるものがデザインでできていますので、それに打ち勝つにはこうデザインで打ち勝つしかないということですね。だからナチスがそういうプロパガンダデザインで攻めてきたら、まあ、結局戦争っていうのは大体プロパガンダ、お互い逆のプロパガンダの戦いですから、まあ、ある種デザインの戦いでもあるわけですね。だからどっちがいいか悪いかはなかなか判断できないわけです。個別のデザインに対してこれはああだこうだって言った方が、まあ、身の丈に合っててなんかいいかもしれない。大きいことになるともう飲み込まれて自分だけの力じゃどうしようもなくなってくると思うんです。その対戦というか、まあ、いろいろなデザインがあることによってそこでまた対話が生まれたりする可能性もありますし、うん、やはりあの多様性ですね。うんうんうん、やっぱり一つの方向性っていうのが決まっちゃうとあんまりいいことではないと思うんですよ。だから一つのことにも反対する人が必ずいるっていうぐらいの勢いの方がいいんじゃないですかね。そうですね、多様性があることであるからこそいろいろな意見が生まれて、はい、デザインもまた進化していくのだと思います。それではですね、今日ちょっと配信の都合上これで質問コーナーは終わらせていただきます。皆さんありがとうございます。はい、あっという間の時間でまだまだお話は聞き足りないなというところなんですけれども、お時間となってしまいました。松田先生の講義プログラムデザインの冒険を終了したいと思います。松田先生、本日は貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。